集まっていた男7、8人から顔を殴られるなどの暴行を受け、鼻の骨を折る重傷を負ったということです。男らは中学生のカバンを奪って逃走していて、警察は強盗傷害事件として現場周辺の防犯カメラを調べるなど捜査を進めています。先月、堺市中区で男性4人が死傷したひき逃げ事件で、大阪地検堺支部は車を運転していた男をよろしければインターネットサイトからですと待つことなくお買い物していただくことができますので、ぜひともご活用になってみてください。こちらからですと少なくないお買い物を、少ないお買い物を楽しみいただくことができると思いますので、ぜひスマートフォン、パソコンの方からショップチャンネルと検索をしてみてくださいね。 QR コードはこの下にございます。この下にございますので、ぜひこちらもご利用になってみてください。関根さん、大好評です。私が間違ってんの？じゃあちょっと調べる調べる。調べる。19日木曜日。こっさ間違ってちょっと待ってんだ。自分が書いたんじゃんな。間違いないよねこれ。もうついてる。ついてるって。